マジでマジで野良メガホンマンスリー届くかな、クボリスの力で届くかな。うん、5000個ある、1000個ある、4170、16個しかない、9720ある。 OK、 勝とうで、そろそろ。うん、6個ある、5個、ああ、ありがとうね、5個も嬉しいよ。月末にね、1700ちょうだい。うん、600個も、あ、いいね、40個もいいよ、ちょうだい、それ全部。あ、月末、うん、ラオウよ、天に帰る時が来たのだっつってやらしてよ、ゼロワンに。ぐわーっつって、ま、参ったっつって、その剣は時の動き、やらしてよ、最後ラオを倒させてよ。強いじゃん、川西公平、強すぎる。月末ちょうだい、頑張ってるっしょ俺。いやー、ゼロワンの時代終わんないよ、強いよ、めちゃくちゃ強い、しつこいやん、寝ないもんや、あの人。メガホンはね、ウサギ枠に潜んなきゃダメ、ウサギ枠、ウサちゃんの書いてる枠。といて、そう、ウサギカテゴリーで閲覧が20人以下のところに1日1人10個しかたまんないんだよ。50分だっけかかるんだっけ、10個貯めるのに。うん、すごいめんどくさいんだけど、うん、そう、200万ポイントあるんだ、差が。あ、そう、そうだ、家雑で2000人だからね、やばくない、すげえあの人。うん、あ、ペヤングね、ペヤング、イベントにペヤングかぶせるってまあまああれだよね。ありがとう配信するんだけど、あの子はペヤングやった、意識してるね俺のこと、ペヤングかぶせねえもんって、あの子は。うん、ペヤングとクボッチどっちが強いか、クボッチでしょ。うん、チート、ペヤングチート、俺もクボッチチート、チート対チート、どっちのチートが強いんだ、久保山か、久保っちだよな、久保っち見つからん、中金山にいないんだけど、どこにいんの、いないんだけど、駅の中かな、でも中ってこれ締め出されちゃうもんね、閉まるでしょここ絶対、ここ閉まるよね、いる、ここのさ、中通れなくなるよね、電車が終わったら。この中にはいないよな絶対、閉まるでしょ、無理やん、で外で寝るしかないやん。クボッチにペヤング食わしたらどうなんだよ、チート、チートかけるチートやぞお前、それどうなるん、クボッチにペヤングはやばいだろう。何それ、そのペヤング何なの、ペタマックスみたいなやつ、4個入ってんの弾が、どうなんの、やばいやそれ、無敵やでそれ、やばいやばいよそれ、それ混ぜたらあかんやつやでそれ、混ぜたらぶっ壊れ、サーバー落ちるでそれ、辛いのあんの、セブンにある、やばいよそれ、やばいやばいやばい、
ペヤングかけるクボッチはやばいって、やばいよそれ、うん、味が4種類それやばいやばいやばい、セブンイレブン限定やばい、混ぜるな危険、シャワー落ちる 100% 落ちる、うん、ゴミ捨ててくるわ。ちょっと金山いないから戻るか、オース。オース戻る。戻るっす、オース。うわー、めっちゃ寒いわ。オース戻っていい？いないわ。オース戻る。すいません。大須、大須まで。はい、閉めます。はい。大須はどうしましょう。大須通りで行っていいですか。大須、はい。それとも伏見通りから行きますか。伏見通り。大須のどのあたりですか。大須の、どのあたりにしようかな。大須のさっき僕が行ったところ、松屋とかあの通り、何通りだろう。この中尾とかある通り。あ、そう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 、上前津の方。はい。商店街、商店街の方ね。大津通り。大津通りですか。はい。はい。金山来なかった、いなかったよ。いな、来ない、来ないよな、金山は。なんもねえもん。空振り。深瀬村まで。あのホームレスで、はい、布団をマントみたいにつけてる人知ってます？いや、わかんないですよ。わかんないです。でもない、はい。どこら辺にいるんですか？ね、大須とかで、たまに金山来るらしいんですよ。で、今その人をかけてて。見たことないですよ。見たことないです。はい。めちゃくちゃ有名なんですよ、その人。あ、そうなんですか。はい。掛け布団をね、あのマントみたいに首に縛り付けてこれぐらいの時間にあるんですか。もうこの時間多分寝てるんですよね。昼間とかね、結構動き回ってるんですよ。ああ、うん、昼間僕はあまり仕事でないんでわかんないですけど、はあ、見てるんで。この女の子が立ってるの何なんですか、運転手さん。これ立ちんぼっすか。立ちんぼっていうか、多分あのマッサージの店があるんですけど。これ日本人じゃないですか。だって日本人の子とか、あと中国の人もいるみたいですけど。うん、これホテル行くやつですか。ホテル、店に呼び込む。店に呼び込むのこれ、はい、で、でもなんか営業してなくないですか。全然立ってるだけじゃないですか。たまに声かけてますけど、ね、かけるんですかこれ、はい、個人的なあの売春じゃないんですかこれ。どう、それではないと思うんですけど、ね、違うんだ。めちゃくちゃ可愛い。立ちんぼはまた別のところに。あ、いるんですか、はい、これほら、女の子立ってんじゃん、これ。これ、これめっちゃ立ってるやん。で、男も立ってるやん、こいつ。これ見張りっすか、こいつ。いや、わかんないですよ。キャバクラの呼び込みも結構立ってるは立ってるんですけど、こっちは、うん、今の子は違うですよね。違うんですよ。え、立ちんぼは どっちの方に立ってる。立ちんぼは、あの、名屋橋って言って。名屋橋？え、名古屋駅の方。名古屋駅の方にいるんですか、はい、今のこの時間はどうなんですかね。この時間だったらまだいるのかな。しからんな、数減ったですからね。堀川ってあるんですけど、堀川沿いにあれですね、ラテン系のコンタチが若干いるかな、うん、あと近くの公園に多分そこも外人だと思うんですけど、うん、いるみたいな。昔はめちゃくちゃいたんですよ、昔。今はいない。ほとんどいないです。あ、いないんです。人数少ない。昔はもう。しからんな、本当に。そこかしこに。若い子がやってるんですか、そういうの。外人が多かったです。外人が、はい、何人が多いですか。ラテン系の子も多ければ、中国の子とかも結構いろんな国、中国多国籍でしたね。名古屋の女の子じゃないの。
日本の女の子もいたし、うん、おかまもいたし。おかまも？おかまもいましたね。おかまがいるのは須崎橋っていうところがあるんですけど、ね。しからんな、本当に。須崎橋？はい。堀川沿いですね。堀川。はい。もうちょっと西になるんですけど。すげえな。あと名古屋駅の新幹線口の方にも。うん。それはもう一昔前ですかね、それは。これ閉まんなきゃダメやな。堀川って何区になるんですか。これは中村区ですかね。中村区、はい、あの立ちんぼが立ってるのは、今ここに東別院っていうところなんですけど、はいはい、堀川はこれなんですよ、はい、この昔はここら辺に ホテルがあって、はい、ここら辺はお釜が結構いたんですけど、今多分立ってないですね。この苗橋っていうのがあるんですけど、はい、この間に、はい、この信号とこの信号の間これぐらいにいるんですか。めちゃくちゃいます。昔昔今はいない。今はこの前行ったらでも3人ぐらいお客さんいっぺん連れてって言われて行ったらいましたね。いたんす。2人ぐらいいました。おかまそれとは違います。あのラテン系の女。ラテン系の女、はい、ラテン系って結構かわいこちゃんの。ラテン系ってどういう感じ。何色肌は。南米系みたいな。南米、はい、外国の人だ。いいな。ほんで僕もこの前 YouTube で見てると、うん、多分この公園だと思うんですよ。この公園にもいるみたいなこと。何公園ですかそれ。 これか、うん、どこだったすごいね。こっちの方あこの公園か、うん、この公園かこっちの公園かなんか小学校の近くの公園だったらブラジル系ブラジルとかだと思いますけどね。あ肌黒いんですか。いや黒くないです。黒くないんだ、はい。ちょっと、まあ白人、アメリカ人みたいなそんな白さではないですけど、普通の方だ。黒人ではないですね。黒人じゃないけど、ちょっと小麦色みたいな。ちょっと色ついてるぐらいですかね。言い方悪いですけど。若いんですか。若い子だったと思いますよ。でも分かんないそうね、僕はなんですよね。で、30ぐらい行ってるのかも分かんないし。30ぐらい行ってるな。南米系。昔はもう僕もよくよくからかいに行ったけど。フィリピンはいらん。めちゃくちゃ今100人ぐらい。フィリピンはいらんですね。はい。フィリピンは嫌だな。フィリピンではないですね。違うんす。はい。南米系なんで多分。白人の方がいいですね。はい。白人の方がいい。白人は昔はいたんですけどね。うん。今は見たことないですね。うん。日本人も結構可愛い子いるんですよね、昔は、うん、今はいるのかな、わからないですけど。日本人もいるよって聞いたことはありますけど、おー、帰ってきた。いない。この辺りですか。うーんと、どうしようかな。もうそろそろその辺でもいいですね。この後でいいですか。はい、はい、ありがとうございます。ペイペイで、はい、ありがとうございます、はい、QR コード読み込んでいただけますか、はい、結構厳しいですかね。あの愛知900があってからもう全然ダメですもんね。はい、はい、それで、あ、ごめんなさい、円の後ろに青い虫眼鏡みたいなのがどれどれ、触っていいですか、触って、うん、番号いるんだっけ。そうです、6192下4桁ね。はい、はい、すいません、お待たせしました、はい、これで良しです。はい、ありがとうございます。足元気をつけてください。はい、ありがとうございました。はい、どうも。お、疲れてきた。どこにいるんや。
横山直樹突如現れるからね。いきなり大須の商店街に、この前だってそうだと9時半とかにね。アジト行く？アジト？